場合によっては待ち伏せしてるなんていう可能性もありそうだけど、後ろは大丈夫で電話かかってきてるね、やっぱ。待って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 、来てる。おい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 、ここなら、おぶれどうもー、鳥の爪ダンソートです。ホラーゲーム企画カルソン爪第643弾はこちらのゲーム、リシメイトドライブデモバージョンやっていきたいと思います。さて突然ですが、今あなたが住んでる街はどんな街でしょうか？スーパーやコンビニまで歩いていくなんていうこともあるんじゃないでしょうか。はたまた天気のいい日は近くの公園にお散歩に行くなんていう時もあるかもしれませんね。さてそんな当たり前にしている街を歩くということ、横断歩道を渡るということ、それが許されない呪われた街が今回の舞台になります。なんとこの街ではありとあらゆる車があなたを引き殺そうとしてきます。もうとんでもないことですけども、突っ込んでくる大型車や街待ち伏せする小型車をかわして、その裏に隠された真実にたどり着こうっていう内容になってるみたいですね。まあ交通事故っていうのはある意味一番身近な恐怖と言えますけども、ありそうでなかったそんな車の恐怖、早速どんな感じになってるのかやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあということでやっていきましょう。電話をかけてるのかな。あーもう早速車が見えてるけども、途中から開始って感じなのかな。電話を誰かにかけたみたいな感じですけども、おもう車がなんかライトが結構そこら中に見えるのが不気味だな。いつ引かれるかわかんないってことでしょ今。なんか血痕がもう、血液が垂れてるけど、主人公がもう負傷してんのか、大丈夫かな。まあ、とりあえず夜道を進んでいきましょうか。車が襲ってくるっていうの結構斬新ですよね。ただ普通に人間が追ってくるのと違って、まあ車だからスピードも速いけど小回りは効かないんだろうなっていうところだよね。その辺はちょっとね攻略ポイントになってきそうなもんだけど、あ、 E を押すと振り返り動作するんだ。ここは開かないのかな。さっきのあのドアはやっぱ開かないみたいだから、こっちの奥でいいのかな。かなり、あ、待って、トラック来てる、トラック来てるよね。大丈夫？来てるよね？来てる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 、ちょっと待って、どっか避けられるようなとこ行かないとやばいんじゃない。ジャンプが一応できるみたいだけど柵は越えらんないみたい。ちょっと待って、走っていこう走っていこう。これあれか、電話が来てるけど、あ、ゴミ箱は使えないみたい。おお、一定の距離保ってきやがるあいつ。とりあえずでも電話には出たいよな。かかってきてるけどこの辺は追ってこないのか。行ってみようか。ちょっと待って、ちょっと待って、来てるよな来てるよなこれは、あ、え、電話したはずなのにテレポートした、違うエリアに来た。あ、何この街でその公衆電話を使って別のエリアにテレポートすることができるってこと。え、あ、主人公もなんか驚いてる感じだね。ホールドシフトで、ダッシュができてスペースでジャンプ、まあ、さっきもね普通にやってたけども、 あっちのじゃあ右奥の電話までとりあえず行けばいいのか。いや、こんな夜道の中車に遭遇したら電話がないともう逃げ切れないみたいな感じだね。あ、もうなんか血垂らしてんのが怖いわ主人公。そこ電話かかってきてるね。まあ、とりあえず素直にそっちまで行ってみようか。ここかな。あ、いやでもショートしちゃった、電話が繋がらなかったみたい。あ、あっちの奥にも赤い光が見えてるから、あれ公衆電話なんじゃない。これ小道入っていこうか、大丈夫かな。場合によっては待ち伏せしてるなんていう可能性もありそうだけど、後ろは大丈夫で電話かかってきてるね、やっぱ。待って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 、来てる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 、おい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 、ここなら、おぶれー爆走しすぎだって。なんか車のメロディーも、なんだ、アイスクリーム屋さんの車どこかな、なんかそういう感じだったよね。これでどう、逃げ切る。あ、ダメだ、ここもやばい、来てる、また来てる、あぶれあぶれ光りかけた、なんだこのゲーム。あ、そっち側のライト赤く光ってる、あっち側だな。ポストは、いや待って、車でも来てるよな、来てる来てる来てる。おー、アイスクリーム屋さんだやっぱり。そっちまで行けるか、あいつは小回り効かないはずだからすぐに来ないはず。どうだ、いやダメだ、ここも使えない。となるとやばいやばいやばい、来てる来てる来てる。ここで一回このゴミ箱で回避できねえか。うわー、ゴミ箱こと言ってる、こと言ってるじゃない、こと言ってるじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、こっちはこっちはこっちは
ちょっと待って、回避できるか。よっしゃ、ちょっと待って、次々と2台3台と来てる。やばい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 、階段も登れない登れない登れない、そっちだそっちだ。とりあえず公衆電話そこまで行けるか。ワープしてくれ、ワープ取れない、危ない危ないよ。ちょっと待って、なんて街だ、この街は呪われてやがる。ちょっとやばいやばい、小回り効かないはずだから、よし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 、うわー危ない、やめてくれ。ちょっと、もらってますもらってます、ちょっと、どんどん来てる、どんどん来てる、よし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 、あっち、う、あ、死にました、なんか死にました。いやでもなんか小回り効かないっていうところがやっぱ車の特徴じゃない、普通の追ってくる殺人鬼系とはまた違う恐怖感があるな。スピードがとにかく速いから、いつの間にかこっちまで詰めてきてる感じっていうのかな。距離取ってるんで早めにもう追いつかれる前に行っちゃおう行っちゃう行っちゃう、どんどん行っちゃうどんどん行っちゃう、これスピード勝負なんじゃない。これ2台目がそろそろもう、やばいやばい、来てる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 、危ない危ない危ない、ここでも小回り効かないはずだから、よし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 、でここまで行く、でこの小屋で回避しつつの、大丈夫、まだ来てないまだ来てない、2台目の乗用車来てないから大丈夫大丈夫、バス停で1回回避したい、バス停で1回回避したい、おい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 、彼のここのボールでさっき死んだんだよな、痛い痛い、結局食らってしまった、ここ難しすぎる、ちょっと、おい、あそこ遮蔽物なんもなさすぎるだろう。諦めるには早いじゃい。開始地点はここの公衆電話で合ってそうだけど、やっぱあれなのかな、絶対にこのルートで行かないといけないのかな。さっきやられたのって多分こっち側のあたりだよね。あーでも赤く公衆電話のライトが光ってないと、そもそも電話かかってきてないから、あー使えないってことなんだろうね。でそこがやっぱ光ってるから、これでもこっち側から攻略できたりしない？あ、いけたいけたいけた。ちょっとずるい攻略法だった気もするけど、そしたら右側から回っていけば車ワンチャン来ないぞよ。アイスクリーム屋の車自体も狭い通路通らなければ来ないのでは。ワンチャンバグの可能性あるけど、ちょっと裏ついてこう裏ついてこう、まあ、これでクリアしてもあれだよね。あ、待って、そんなことないかも。あ、やばい、車の音してる、乗用車来てる、ここよしよし、暴走してる。でも一回あいつは U ターンが必要だから、これスピード的にでも来そうか、いける、よし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 、なんかちょっとあれだな、素直に襲ってこないんだ、危ない危ない危ない、ちょっとでもこれやばい、これ急旋回はできないだろうから、これ左前に行かなくちゃいけないんだけど、これさっきのパターンで行くと、ちょっと待って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 、こっちの小道入った方がいいかもしれない、ちょっと待って、これはでもやばい、これはでもやばい、痛い、一発もらっちゃった一発もらっちゃった、あでも一発なら大丈夫だ、旋回して、やべ、アイスクリーム屋も来ちゃった、小道通っちゃったからアイスクリーム屋も来ちゃった、行くでしょ、ここワンチャン、ここワンチャン回避できる、よし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 、小回り効かない、オッケー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 、乗用車の方がなんか小回り効くから危険な感じするよね。であっちが赤いライト光ってた方だから、素直に向かいすぎてたんだろうな。よしよしよし、ちょっと大回りして向かってきました、ただここ今遮蔽物ないから、これやられたらやばいぞ、そうどうだ、行った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 、よしよしよし、新しいエリア、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。さあ次のエリア、右前が赤いランプ光ってるから、あそこがもしかしたら、電話かかってきてるって感じなのかな。この中だね、待って、戦車じゃない、もうちょっと乗用車とかですらない、どれが動くかもわかんないね。あーでもうわー、右奥の車とかも怪しいし、逆にこの手前の戦車はもう動かないんじゃないかな、奥の戦車怪しいよね、うちょっと車ありすぎだって、ちょっとシンプルに砲台で殺されるんじゃねえか。まず一発目はそんな襲ってこないやつか、行ってみよう、これダメなやつで、次は赤いライト見当たらないね、ちょっと探索時間が必要なパターンですか。で走行してるうちに来そうだよね、うう車の音してるな、
これはもう一発回避した方がいいのか。はいはいはい、もうここの車で一回回避して、はい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 、すごいなすごいな、すごい小回り効いてそう、小回り効いてそうだ、すごい小回り効いてそう。うわー逃げて、挟み撃ち挟み撃ち、ちょっとずるすぎるずるすぎる、ちょっと危ない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 、バック走もしてきそう、次の場所が全く分かんない、一発もらっちゃってるけど、とにかくでも走ろう、一旦こっち側まで、ここで一回回避したら無理か無理か、オッケー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 、2台目だちょっと連続で来るとずるすぎねえかあ、でもあれだね、やっぱちゃんとやられちゃってもこのステージからやり直させてくれるんだ。いやでも全く次の電話が来てる場所が今把握できてなかったもんな。めっちゃフィールドも広そうだしね。ここで一旦回避、2台目来る、オッケー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 、で、真後ろをつけていくような感じで、おい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 、こっち側でも無理か、あ、奥行けないんだ、やば、危な、おい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 、急旋回はできないから、こっち側行って危ない、よし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 、で、そこで団子状態になってもらった後に一旦こっち、これでも追いつかれるか、追いつかれそうだな、一旦こっち側かな、はい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 、でこういくこういくこういく、トリッキーな動きをしたけ、トリッキーな動きをしたけ、よし、そこで一回回避、遮蔽物遮蔽物使ってけ、よしよしよし、オッケー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 、ここどうだ、ワープしてくれワープしてくれ、いった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 、あっしゃ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 、危ねえ、次のステージ来たぞ、いや今のでワープできなかったらもうほぼ積んでた、ちょっと待って、もう来てる音がする、もう来てる音がする、ちょっと早い早い早い、早すぎる早すぎるって、こっち側でよしよし、まだ1台だろ、なんとかだ、柱使ってけ柱使ってけ、もう車っていうのがマジで、おいおいおい、後ろついちゃえば、後ろに対して引いてくることもある、危ない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 、いやでもダメージ判定なかったよな、今の食らってない判定、オッケー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 、こっち行って危ねえ、よしこれ回避したのでかい、いやもう一体の方で食らった、オッケー、ここ狭いとこ使っていきつつ、よし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 、あっちの奥だ、あっちの奥、あ、ブーじゃない、ブーはこっちのセリフクラクションしたいのはこっちの方、お前危ねえよって引いてくるんじゃないよ、あ、なんか急に収まったな、あかと思いきや2台ガッツリいる、おーしゃ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 、一旦こっち行く、やばい遮蔽がない、ここのコンクリートブロック使えそう、よし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 、いいぞいいぞ、分かってきた分かってきた、このゲームの立ち回りがなんか分かってきた、これいけるこれいける、ここをついてここついて、よしよしよし、でそっち側までか、遠いな遠いな、これ一回ちょっと整えていきたい整えていきたい、オッケーオッケー、団子状態になってる団子状態になってるから、このキー使っていこうこのキー使っていこう、まず一旦この車回避して、危ない、よしここのキー、オッケー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 、完璧な回避完璧な回避で、ちょっと直線になっちゃう、やぶないブーここのゴミ箱みたいのまた使ってチェイスしていきつつ、でちょっとまとめてあげる、オッケーオッケーオッケー、2台がぶつかったところをここで、うわ、ワープしない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 ぞ、ワープしない、オッケーオッケーオッケー、次の場所どこ行ったらいいんだ、次の場所どこ行ったらいいんだ、そっちだ、赤いランプ光ってる、やばい、一旦ここ一旦ここ、ちょっと落ち着いていこう、あー、グーッと来てるね、グーッと来てる、よし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 、これ後ろ遮蔽使ってゴミ箱が遮蔽になってるはず、オッケーオッケーオッケー、で前の遮蔽に移りつつの、オッケーオッケーオッケーどうした、俺を引き殺そうと頑張ってもがいてるようだが、お前らじゃ無理なようだな別のドライバーを持ってきた方がいいんじゃないかこのままそっちまで行っちゃおう、ワンチャン危ない、ちょっと待って、ワンチャン危ない、危ねえ、よし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 、でここのブロックまで行こう、危ねえ、ちょっと余裕こいてると引かれるな、これそこをこう行って、で左前でしょ、おお、それはなんかお慈悲ですか、ありがとうございますあー、オッケーオッケー、ス
タッドレスのタイヤすぎるって、お前らちょっとスタッドレスのタイヤすぎる。うわぁ、二代目の方に今 やられたのか。うわぁ。よし、どうだろう、これいったかな、頑張れ。うわ、デッドだまだもうちょっとあんのか。いや、めちゃめちゃ難しいよこのステージ。ここだけで無言で10分以上やってますねちょっと俺の成長した姿をちょっと一回見てもらおう。じゃあ今のとこ行くまでもすごい大変なんだけど、まず開幕ここのゴミ箱で回避するのは多分正しくて、で2台の車のうちこっちの緑の方がちょっとねお慈悲くれる感じで、黒の方がねスピードが速い、若干スポーツカーっぽいような作りをしてるから、ちょっとね狙いを済まして遠くから一撃バーンとぶち込んでくるようなイメージがある。なんかそういう車の特徴もあるんだなっていうのがね非常に面白い。でまずこの辺の柱で回避しつつ、2台目が今でも視認できてないんだよな。あー右奥だ、あれほら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 、これちょっとロングレンジから来るでしょ。ああいうことなんですよ。でやっぱこういう木とかうまいこと使いつつ欲張っていくとかなり厳しいんで、まず一回ここの角で回避するだろう。オッケーオッケーオッケー、ブロックまでか、いやこれいけるいける。でこれ奥逃げた方がいいな。一旦ここで旋回してきた2台を回避しつつ、ブロックまでもう一回行く。で次赤いランプついてるのが奥なんだけども、一旦ここでちょっと様子見つつ、オッケーオッケー、もう一台は、もう一台は、もう一台がねあのやっぱ遮蔽のないとこを走り回ってるとかなり危険になるんで、オッケー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 、侵入した。まず近くのブロックまで行くだろう。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。あのノーミスでさっきのここでです言ってたところぐらいまで行っとかないと多分これクリア相当難しいんじゃないかなって感じ。闇夜に消えていくんだよな。あの車の黒い方がとにかく分かりづらい。オッケーオッケー、距離取ったな、よし距離取った。あれスピードで一発決めてくる感じだな。どこ行った、どこ行った、いやだいぶ奥まで行ってるな。え危ないかと思いきや こっちも危なかったりする。これゴミ箱までワンチャンいけるかも。スピードで詰めてきそうなもんだけど、狙いすました一撃をしてきそうだよね。そろそろ来るか、この緑の車じゃない方が気になる。こいつこいつこいつ、危ねえ危ねえ。で一旦ここで回避してまとめたところを、そこの赤い腰電話まで、オッケー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 、電車のところで回避し、やばい一発もらった。いやー油断してるとこっちだよ。これ詰まってるけど、いやこれ死ねるな、これ死ねるな死ねるな、連続してやられそう。危ねえ危ねえ危ねえ。小回り聞いたところで、いやーこれ一発もらっちゃったか、2発食らうともうこのゲームゲームオーバーなんですけども、一旦ここで回避するか。な攻略のなんか手順みたいのはちょっとずつ分かってきたけど意外と詰めてこないな。じゃあちょっと奥まで行っちゃおう。ワンチャンこっちの貨物車まで行けるな、行けるいけるいける。さすがにそろそろか。おい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 、 OKOKOK、 これいける、ここで回避かな。オッケー、もう一台来る。オッケーオッケーオッケー、でブロックまで戻ろう。ただそこ、いやーでもまあいいよ、一発もらっちゃったとはいえまだチャンスある、チャンスあるチャンスある。いやマジで意識の外から襲ってきやがるあいつら。油断したくなる。あなんかステージクリアしたみたい。ちょっと待って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 、さっきのあそこあれだね、本当にタッチの差で俺 U デッドになっちゃってたけど、あーなんかタッチさえできてればクリアだったんだな。次のステージ来たわ。あーいやもうでもこれでクリアぐらいでいいんだけどなまだ結構デモ版なのに遊べるんだな。めちゃめちゃなんかこう攻略性のあるゲームというか、
さんとりあえずここを一発行って、次どこだろう、全く予想つかないけどね。あんま、いやでもこっち側じゃなさそうだよな。戻っていきつつ、オッケーオッケー、旋回。結構広めの場所なんだな。遮蔽があんまりないな、さっきのステージと違って。こまめに、こういうとこを使っていきながら回避していくって感じか。あ、こっちの路地裏だ、入れるわ。はいはいはい、こっち進んでいけばいいんだね。車でもこんなとこ通れないんじゃない、そもそも。だいぶ小道だよ。あ、チカチカしてる。あ、待って、行き止まってる。あ、わけでもない。でもなんか怖いんだけど。シンプルに人も襲ってきそう。車から降りて。え、逃げ込んだ先、下水道みたいなとこ。何何何、もうハーハーしてるんだけど主人公。怖い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 、シンプルにホラーゲーム。ここは何何、この街から抜け出せた。あ、なんだ。 You will regret this open now. To be continue. やったー、クリアしたー。車に襲われる恐怖っていうのがまずそもそも新しいのもそうなんだけど、そ、挙動がね、ちょっと読みづらいのよ。うまいこと挟み撃ちしてこようとしたり、こっちの動きを読んで車が引こうとしてくるっていう、そういう動きがね、すごくトリッキーで、なんか普段のホラーゲームのチェイスとはまた全然違うね、脳を使う感じが面白かったですね。はい、ということで、またこんな感じで一風変わったホラーゲームなどどんどん挑戦していきたいと思ってます。そういった今後の動画更新気になる方、ぜひチャンネル登録して、鳥の爪台に入団してみてくださいね。皆さんの感想もぜひコメント欄で聞かせてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今日はノーヒントね。え、なんか飛んでた？気のせいじゃない？